ただいまテレビでトランプ大統領の就任式みたいなのやってるんで見てます。もうねオバマが最後だからね、はあ、これから今日からトランプ政権ということでアメリカがどのように変わっていくのかがちょっと気になるけどね。まあトランプアメリカを良くしようとしてくれるみたいだから、まあ、これでホームレスの人とかがね減ればいいなとは思うけど、その反面まあちょっと怖いところがたくさんあるけど、ほうちょうど今今日は1月の20日、金曜日ですね。今日は金曜日だ。やっと金曜日だ。今日はなんか寒くて、昨日も今日もすごい寒くて、朝からもうなんかふうって感じで、でねもう時間がね12時前なんで、そろそろご飯作ろうと思って準備し始めたのが遅かったので今日はね、で今洗濯してるんだけど、今日朝ごはんちょっとまだ食べてなくて、もう朝ごはんスキップしようと思って、これからお昼ご飯を作ろうと思ってます。で、豆腐があるので豆腐と、麻婆豆腐の素があるので今日のお昼は麻婆豆腐を作ろうと思います。ちなみに麻婆豆腐の素はこのハウスフーズのこれねアメリカでも売ってるんだけど、普通のスーパーで売ってないかな、日系のスーパーとかで、日系とかあとアジアン系のマーケットで売ってるんだけど、ハウスフーズのやつですね。今日は甘口、甘口は中から買ったんだけど甘口にしようと思います。で、ひき肉がね、牛ひき肉がなくて豚ひき肉とあと鶏のひき肉はあるんだけど、ちょっと使いたくないので他のものに使いたくて買ったので、今日はひき肉なしで豆腐だけで、あと長ネギがあったか、おっとしちゃった、長ネギがあったかもしれないので、ちょっとそれ加えようかな、あったら加えようと思います。完成しました。いただきます。今週末またですね、実はカリフォルニアに帰ります。もうねなんか帰りすぎてて、またかよって感じなんだけど、今回もまた先生の用事で行くので、まあ別に私は行かなくてもいいんだけど、まあね家にいてもあれだし、もちくんと二人だっていうのもなんかあれだし、先生今週末日曜日にパーティーがあるので友達とね、それに行くんだけどだから月曜日に帰ってくるんで、今日金曜日でしょ、今日夜出て土日で月曜日に帰ってくるんで、まあまた2泊3日ぐらいなんで、とりあえずいつものロキシーのこのメイクアップポーチに化粧品入れて、今日入れていこうと思います。いつもだいたいねこの辺のコンタクト、私カラコン今つけてるんだけど、普段土入りのやつなんで、これもね土入りなんだけど、予備に、これワンデーなんで予備に一応何ペアか入ってます。でね、ビューラーとマスカラがそのまま入ってるんでとりあえずファンデーションから入れていこうかな。なんか何入れていいか分かんないよね。でもまああんまり化粧も濃くしたくないので、この前日本で買った素顔の CC クリーム、これは別に1回いちいち1個ずつ紹介していかなくていいか。いつものキャンメイクのアイブロウパウダーでしょ、あとはパウダー、マックのパウダー、汚いけどマックのパウダーと、まあ化粧めんどくさい時はパウダーだけでいいかなと思って、あとアイライナー、これねアイライナー良かった。他のアイライナー、私日本のアイライナーあんまり使ったことなくて、だからアイライナー自体そんなに経験が少なくてあんまり使わない方なのね。けどこれはまあまあ良かったです。色もね黒じゃなくてブラウン系の色だったんで良かったです。ピメルの美容液アイライナーとこれ500円でした、ドンキでね。何持ってけばいいのか分かんないんだけど、チークも適当に入れてきます。あとはアイシャドウもいつものこれ持っとけば、まあなんとなく化粧できるんで、あとリップクリームぐらいかな、持ってきます。それぐらいかな、あとはまあブラシぐらいでいいか、まあそんなに初化粧する予定もないので、そうマスカラもう一個入れよう、いつもの私のお気に入りのカワーガールの、なんだっけこれ名前、ちょっと名前忘れちゃったけどオレンジのやつね、
オレンジってか、まあ、黒だけどオレンジだったけどね。で、ブラシはこれ、キッカでいっか、ちっちゃいの持ってこう。これとチークと、あとこのブレンディングブラシと、ブレンディングブラシで私アイシャドウ持ってきたのズボラなんで、あとこのアイブロウ用のね、これはね、ないとね、ほんと無理、生きていけないぐらいかな。それぐらいでいいかな。うん、そんなに重くもないし、なんかもう最近はあんまり重くないように、荷物が多いとなんか探すのも大変だし、広げられる場所もないので、ホテルとかだったらねいいけど、バスルームが自分のがあるから、けどまあ他の家のやつを借りるので。はい、できました。あとはトイレトリーって言って、シャンプーとかそういうのを詰めていきたいと思います。この間ベガスに行った時のやつがそのままになってたんで、まあ、大体いつもそのままなんだけど、この間買ったシャンプー、トリートメントね、オーガニックスなと、これもほぼないんだけど、新しいの買ったんだけど、まあ、いいかな、足りると思うんで。で、あとこれはちょっとコンタクトのやつなんだけど、コンタクトレンズソリューションのやつなんだけど、これ多分ちょっと足りないんで、普通の大きいやつ持ってきます。で、あとボディーソープはバサデボディワックスの、なんかさ、これ買ったんだけど、昔ね、なかなか使わないからさ、使う機会ないじゃん、毎日ないから、なかなかなくならなくて、そうそうそう。あとはこのクリーン&クリアの、モーニングバーストのフェイシャルソープ、なんていうの、フェイシャルスクラブ、まあ普通に洗顔ですね。ちっちゃいのでこれ持ってきます。あと一応これ入ってたんだけど、多分使わないけど一応入れておきます。ヤストゥーのキューカンバーフェイシャルワイプ、顔のワイプですね。まあこれはそんなに使わないと思うけど、空港じゃなくて飛行機乗るときにやってたやつ、持ってたやつでそのまま入ってるんですけど、あとちっちゃいミニブラシが入ってます。ブラシも多分これじゃなくて大きいの普通に持ってくけど、あとコンタクトのケース、予備とクリップ、それぐらいかな。あと歯ブラシと歯磨き粉、私はいつもクレストが好きなんだけど、最近はねクレスト 3D ワイト、ホワイトラックスってやつ、これ味があんま好きじゃなくて、このタイプだから今コルゲートの後ろのやつ使ってるんだけど、これ大きさがね、すごい小さすぎなく大きすぎなくちょうどいいんで、はい、こんな感じです。じゃん、今回もこのスーツケースに先生と自分の分の入れたので、そう、なんかね、前はスーツケースなんか使ってなかったんだけど、こっちの方がなんていうの、車に入れるのも楽だしね、持ち運ぶのも楽なので、最近スーツケースなんですけど、よいしょ、入れました。でね、今ね、外がねめっちゃ雨降ってて寒いの見えないと思うけど、そう、めっちゃ寒いから、今時間が6時なんで、多分そろそろ出ると思います。めっちゃこれなんかひっくり返っちゃってる。はい、そろそろ出ようと思います。雨がすごくてめっちゃ降ってるんですけど、ね、時間がしかもちょっと過ぎちゃって、またいつものごとくね、6時に出る予定が7時になっちゃったんですけど、まあ今7時何分ぐらい、9分ぐらいかな、まあもうすぐ出ると思います。いろいろちょっと後ろに今回詰めるものが、先生のDJ のものが、DJ の売るやつをカリフォルニアで売る予定なので、それの機材がいろいろ後ろに入っているので、ちょっと今回はもちくんは前で一緒に、約5時間かな、時差入れて5時間、だからまあ12時までには着くと思うので行ってこようと思います。行ってきます。着きました。今日はめちゃめちゃ雨降ってて、ちょっと途中大変だったんですけど、もうね、時間が12時くらいかな、こっちの時間は12時だから、アリゾナ時間で1時なんで、超眠いです。ちょっと寝ちゃったんだけどね、あんまり寝ると申し訳ないので、少しだけ寝たんですけど、最後ね、出口出る前にフリーウェイね、高速みたいなやつ
出る直前にガス欠になりそうで超ハラハラしながら、で出口出たすぐのところにガソリンスタンドがあるので、先生の家の実家の最寄りのね出口のところにあるので、そこまで頑張ろうと思って、まあギリギリで大丈夫だったんでよかったです、はい、ということで、今日のビログこの辺で終わりにしようと思います、また明日のビログでお会いしましょう。バイバイ。